チャンピオンズリーグで対戦したいチームはありますか。まあ、今シーズンレアルマドリードと試合をして、大敗をしているので、もう一度あの舞台でレアルマドリードと試合をしたいです。プレー面で一番フィーリングの合うチームメイトは誰ですか。誰でしょうね。中盤だったらあのアーロン・ムーイとか、はやっぱりフィーリング合いますし、ウィングの選手だったりやっぱ大然だったり、フォワードは京吾君だったり、こう動き出しが上手い選手とは、すごくフィーリングが合います。海外で過ごす時間が長くなってますが、一番恋しい日本食は何ですか。寿司です。以上。川崎フロンターレ選手、あ、元選手もと今でも連絡は取っていますか。はい、三笘薫選手や、田中碧選手、たまに谷口翔吾選手だったり、脇坂康人選手だったりと、こうちょくちょく連絡は取らせてもらってます。あ、森田秀正選手もです。セルティックの日本人選手以外で仲のいい選手はいますか。まあ、基本みんなこう自分たちがなるべくこう簡単な英語で喋って、こ うまくみんなも拾ってくれたり会話を広げたりしてくれるんで、基本みんな本当にこう仲良くしてくれてます。プロになって改めて41番をつけた実感や感想が聞きたいです。もともと47番をつけたかったんですけど、こっちではもともと既存の選手がつけてたんで、47に近い41をつけさせてもらったっていうのと、まあ、あと、元チームメイトの家永明宏選手がつけてた憧れの選手だったんで、その選手がつけた、同じ番号をつけてプレーできることは、本当に嬉しいことだなと思います。セルティックに来てから自分のどのようなスキルが向上したと思いますか。大学時代やフロンターレ時代に学んだことでセルティックで特に応用されたり役に立っていることはどんなことですか。まあ、スキル面で言えば、まあ、このチームは結構中盤の選手がこう、真ん中だけじゃなくてサイドに出たりとか、フリーなポジションを見つけてっていう動きがもうすごく求められるので、そういったところはすごく向上しましたし、大学やフロンターレ時代、まあ、大学の時はこう、フリーランニングやボールを持ってない時の動きをすごく教わりましたし、川崎時代では、ボールを止める蹴るだったり、よりこうボールを持った時のプレーをすごく求められていたので、そういったところのこうオンや、オンだったりオフのプレーのところをすごくこう、役に立っているなっていうのは感じます。海外で生活をしてみて新鮮に感じたことや想像と大きく違っていたことは何ですか。まあ、想像とは日本とは全くっていうほどじゃないですけど、結構違うところはたくさんあるなっていうのは感じますし、新鮮味が感じた部分は、まあ、これがっていう部分はないですけど、まあ、やっぱりこっちの天気でいうと、まあ、すごくこう日が長かったり夏は日が長かったり冬は日が短かったりして、こう部屋がすごく寒かったりすごく暑かったりとか、そういうこともあるんで、こうそういった小さなことでもすごく新鮮味は感じさせてもらってます。プレー以外でセルティックに移籍してここがめっちゃ気に入ってるというな、というようなことがあれば教えてください。プレー以外で、まあ、天気悪いしご飯もあんま美味しくないですけど結構カフェとか、オフの日とかに行ったりはしますけど、雰囲気もよくコーヒーも美味しかったりしますし、まあ、あとはこうちょっと外出したらお城とかもいっぱいありますし、あと自然も結構豊かなので、そういったところではこうちょっと出かけるだけでも、日本で味わえないような体験ができるなっていうのはすごく感じています。今シーズン一番記憶に残っている試合はいつですか。またその理由も聞かせてほしいです。もうこの前優勝した優勝決まったハーツ戦が
リーグ優勝が決まったハーツ戦が一番記憶に残ってますかね。やっぱりシーズンをみんなで戦ってこういい時も悪い時もありましたけど、結果として優勝っていうところに結びついたんで、やっぱりそういう試合はすごく記憶には残っています。マウスピースを最近つけていますが、こだわりとかありますか？青色をつけているイメージです。こだわりをつけている時点でこだわりがあるんで、特にここがっていう部分はないですけど、練習中は透明をつけて、試合は青をつけてます。レオのことが大好きな息子が今年中学入学し、新背番号をもらうのに41にしようか47にしようか迷っています。レオのおすすめはどっちですか？自分のつけたい番号をつけてください。サッカー選手になりたいという息子4歳がいます。旗手選手ならなんて声かけしてあげますか？むず。4歳でしょ。4歳って言葉話せれるん？話せれない。そうですね。まあでも何やろ、楽しく、その年齢やったら楽しくサッカーやってもらって、サッカーの楽しさを分かってもらえればいいかなと思います。今シーズン言われて一番嬉しかった言葉は何ですか？それはいつ誰に言われたものですか？嬉しかった言葉、一番嬉しかった言葉、言葉で言うと、結構こう僕自身シーズン中で行き詰まった時とか、自分自身納得いかなかった時に、直接監督のところに話に行かさせてもらったんですけど、そういった時にこう自分の今の課題の言葉をすごく与えてくれますし、今できていることも言ってくれるんで、その中でもやっぱりこう、監督自身がもっともっと上のレベルに引き上げてくれるっていう言葉をいただいたんで、その時の言葉はすごく一番、その時の言葉は嬉しく思います。同じセルティックに所属している前田大然選手はよくアンパンマンと言われていますが、旗手選手はアニメキャラに例えると誰だと思いますか？でも川崎フロンターレ時代に、ハロウィンのコスプレをした時に、ハンマーバキに出てくる、花山薫の衣装をコスプレをしたんで、多分その人に、その花山薫に似てるのかなと思います。一度でいいから一緒にプレーしてみたい選手はいらっしゃいますか？日本人選手と日本人以外の選手と両方教えていただきたいです。難しいな。日本人選手以外、日本人以外の選手は、いっぱいいますけど、こう自分がこう目標というかこう参考にさせてもらっている選手は、レアル・マドリードのモドリッチ選手だったり、マンチェスター・シティのデブルイネ選手だったり、ギュンドアン選手とかはすごくいつも見てるんで、そういった選手とプレーをしてみたいなと思いますし。好きな音楽は何ですか？洋楽も聴きますし、日本の音楽も聴きますけど、結構ミスター・チルドレンさんとかは、結構聴いてますね。はい。レオ君の親御さんに今までどのような形で感謝を伝えられてきましたか？詳しくってこと？基本僕、高校から親元離れてたんで、実家に帰った時とかは、感謝の言葉じゃないですけど、いろいろ伝えたりはしてますし、こう節目節目の時も伝えたりはしてるんで、ただこう伝えられる時に伝えようっていうのは僕は思ってるんで、なるべく、会った時には伝えようとはしています。ゴールパフォーマンスの S って何ですか？秘密です。